はい。それでは単語を一緒に読んでいきましょう。それでは一緒に。ハンサムな。ハンサムな。綺麗な。綺麗な。静かな。静かな。賑やかな。賑やかな。 有名な、有名な。親切な、親切な。元気な、元気な。暇な、暇な。暇な便利な、便利な。 素敵な素敵な。大きい大きい。小さい小さい。新しい新しい。古い古い。 いい、いい。よい、よい。悪い、悪い。暑い、暑い。暑い、暑い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 寒い。 寒い、冷たい、冷たい。難しい、難しい。優しい、優しい。高い、高い。安い、安い。 低い、低い。面白い、面白い。おいしい、おいしい。忙しい、忙しい。楽しい。 楽しい、白い、白い。黒い、黒い。赤い、赤い。青い、青い。車 車山、山。町町。食べ物食べ物。ところところ。勉強勉強。 生活生活。仕事仕事。どうどう。どんなどんな。どれどれ。とても。 とても、あまり、あまり。そして、そして。桜、桜。りょう、りょう。お元気ですか お元気ですかなれます。なれます。結構です。結構です。そろそろ。そろそろ。はい。 それでは本文に入っていきたいと思います。今回は、いけよし、なけよしを使って表現するところです。では実際に本文を見てください。〜は、いけよしです。〜は、なけよしです。はのところは、がを使ってもいいです。実際にこちらの単語を使って、 練習してみましょう。例えば、彼はハンサムです。彼はハンサムです。または、彼女は綺麗です。彼女は綺麗です。こちらの単語を使って他にもいろいろな表現ができますね。 この公園は静かです。この街は賑やかです。この学校は有名です。彼は親切です。というふうに使えますね。では次、この二つを見てください。こちらは肯定文、こちらは否定文ですね。 い形よし、くないです。なけよし、じゃありません。この二つ、例えば、えー、暇ですね。暇はなけよしですので、こちらを使います。彼は暇じゃありません。彼は暇じゃありません。 暇の反対は、忙しいですね。彼は、忙しく、ないです。彼は、忙しく、ないです。このようになりますね。い形容しなのか、なけ容しなのかは、後ろに、ながついているものがなけ容しです。後ろに、いがついているものは、い形容しですね。このように区別をしてください。 それではこちらの文章を見てください。一緒に発音の練習をしましょう。それでは一緒に。この時計は高いです。この時計は高いです。この時計は高くないです。この時計は高くないです。 私は暇じゃありません。私は暇じゃありません。はい。それでは続いて本文をやっていきたいと思います。意形よし、な形よしを使って表現するというところです。それではこちらの文章を見てください。こちらが肯定文、こちらが否定文です。 〜何々はとてもです。〜はとても大きいです。〜はとても静かです。例えば、この町はとても大きいです。この町はとても静かです。このように言いますね。またはこちらの否定文、あまりを使います。いけよしとなけよしで表現が変わります。 この街はあまり大きくないです。または、この街はあまり静かじゃないです。このように言いますね。またはこちらの疑問文の表現を見てください。何々はですか例えば、この時計は新しいですか この時計は新しいですかこの時計はとても新しいです。この時計はあまり新しくないです。このように言いますね。または、彼は暇ですか彼は暇ですか彼はとても暇です。または、 彼はあまり暇じゃないです。このように答えますね。それではこちらの文章を見てください。一緒に発音して練習していきましょう。それでは一緒に。彼女はとても綺麗です。彼女はとても綺麗です。

この本は面白いですかはい、続いて、いけよし、なけよしを使って表現するというところです。では、本文を見てください。何々はどうですか 何々はどんな名詞ですか何々は何々何々です。何々は何々な何々です。意形よしとなけよしで変わりますね。ではこちらの単語を見てください。実際にいろいろな単語を使って練習をしていきます。例えば、 仕事はどうですか仕事はどうですか答え方は仕事は忙しい仕事です。または仕事は忙しいです。このように言いますね。そしてこちらです。仕事は暇な仕事です。または 仕事は暇です。仕事は暇です。でもいいですね。そして、こちらの疑問文です。例えば、車はどんな車ですかまたは、あなたの車はどんな車ですか答え方は、私の車は 新しい車です。でもいいですね。または、私の車は便利な車です。こういう風に言ってもいいです。もちろん、この名詞の部分、使わなくてもいいですね。私の車は新しいです。でもいいですし、私の車は便利です。これでもいいですね。 こちらにある単語を使っていろいろな表現を練習してみてください。それではこちらを見てください。こちらを一緒に発音して練習していきましょう。それでは一緒に。仕事はどうですか仕事はどうですか車はどんな車ですか 車はどんな車ですか仕事は忙しい仕事です。仕事は忙しい仕事です。車はきれいな車です。車は 綺麗な車です。それでは、意形よしなけよしを使った表現、できましたか